続いては AKB イズオジ選手権。今や国民的アイドルとなりミリオンセールスを達成した AKB48。 来たー、人気絶頂の今こそしっかりと足元を見てほしい。まずは壊れる椅子。一番手は大島優子、偽番組の打ち合わせで呼び出された。この椅子に座った瞬間壊れます。一番手にふさわしい見事な落ちっぷり。騙された大将です、うん、騙されたとかいう問題じゃなくて痛い。お次は高橋みなみ、よろしくお願いします。おはようございます。騙されてなお、この完璧な着地。だから音が嫌いなんです。続いては背もたれが倒れる椅子。まずは小島春奈。よくやるな。ニセ雑誌の取材。すごいね。おはようございます。お願いします。すみません。じゃあちょっとこちらの方に座っていただいて。はい。そこで。さすがは礼儀正しい AKB。 背もたれにはもたれかからない。で特集を組んでみまして、 AKB の皆さんの私服をちょっと覗いちゃおう。はい、まあ、小島さんなんか何着ても似合いますよね。いやそんなことないですよ。身長もすごく高いですし、185ぐらいありますよね。笑顔を忘れないアイドル魂。よくやるな。続いては再びこの人、高橋みなみ。20分前にも椅子から落ちました。めんちゃん、お願いします。やっぱ打ち合わせ次から次あるのは慣れてんだろうな。なるほど。高橋も背もたれにはもたれかからない。今回はバイトデー特集を組んでおりまして、これまでもらったプレゼントで、はい、最高のプレゼント。あー、最高ですか、うん、あ、でもそれはすべてだな。最高ってことなんだ。さすが AKB、 椅子から落ちながらも見事な振り付け。後ろの壁を突き破っちゃう椅子。4人一気に騙します。偽番組 AKB 魂の PR 収録。何も知らず偽のセットにテンションが上がる4人。いよいよ本番。4、3、2。横山由依です。秋元才加です。佐藤すみれです。大谷静香です。私たちが体当たりで挑戦する AKB 魂、3月3日夜7時、みんな絶対見てね。高速回転する椅子。まずは板野智美。偽雑誌新刊 AKB 魂の表紙撮影。よろしくお願いします。じゃあこちらの椅子にお座りください。お願いします。お願いします。お願いします。最高の笑顔でお願いします。
回じゃあこちらの方で番組の方を説明させていただきますね、はい、すいません、お待ちしてます。大丈夫か、大丈夫か。残念、2回とかあるの。続いては柏木由紀。受講生ですか。そうです、さすがは19歳、世間を疑うことをまだ知らない。南国っぽい坊主なんですかね。ラストは動く椅子。ターゲットは本日3度目、高橋みなみ。偽 DVD のジャケット撮影。ロッキン専門の、ロッキン専門の、もう疑うんじゃないですか。スタンバイしてますね。はい、こちらでおかけになってお待ちください。はい、わかりました。はい。ちょっとな。そうは言われても人間は学習する生き物。はい、OK です。じゃあ高橋さん、こちらの方に。お願いします。大丈夫か。じゃあ最初座りでお願いします。はい、お願いします。おえー、確認してる。念には念を入れる。この辺でお願いしますね。はい、行きます。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと今度立ってもらっていいですか。はい、はい、はい、行きます。はい、はい、はい、あ、いいですね。はい、はい、ありがとうございます。ごめんなさい、もう一回じゃあ座ってもらっていいですか。はい、お願いします。はい、以上 AKB 椅子落ち選手権でした。